はい、ドリームダンサーマリハラです。はい、ドリームダンサーのミエちゃんです。はい、今回はアントラーのオーダーグラブ紹介をやっていきます。よっしゃ、来ました。見せちゃってください。ようやく、はい、ようやく来ました。どうでしょうか。グレーとネイビーネイビーの、2色のオーダーグラブになるんですかね。今回はミエちゃんが、まあ、グラブをオーダーしたことなんですけれども、届いた時からもうテンション爆上がりでございまして、少年にね野球少年に、はい、戻りましたね。もうシミュレーションにシミュレーションを重ねてこの色合いを決定したということなんですけど、ちょっとこだわりをね聞いていきたいなと思います。まずじゃあこのグレーとネイビーにしたなんか理由みたいなの、うん、まず限定色をどっか入れたかったか、うん、なんか俺は一番グレーを使いたかった、使いたいなっていうのがあって、そっからグレーに何色が合うかなってこうイメージを分けした時に、なんかネイビーだったらいいのかなイメージがねちょっと俺の中で湧いて、じゃあスタートはグレー、まずグレーを使うと、グレー、うん、それに合う色を、まあ、決めていったっていう感じ。そうだね。この親指と薬指の、あ、小指か、小指なんて言ったらいいんだろう、内側っていうか、こっちも内側、ここの一番大外をネイビーにしてる感じとかって、これってなんかこだわりは？なんかこうグローブをこうやって見た時に、うん、ここの面がまずグレー、うん、はいはい、でここをこう繋げたかったの俺。なるほど。一本、はい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 、グレーで、はいはい、あ、確かにここだったら繋がんないのか。そう、繋がんないのよ、はい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 、ここから来てここがこうになっちゃうから、こうグレー、グレー、グレーみたいな、うん、で、それをこうネイビーで挟んでいくみたいな、うん、なるほど。なんだけど俺はやっぱりなんだろうな、そうした中でネイビーを消したくなかったのかな、はいはいはい、ネイビー感も消したくない、うん、だからちょっとネイビー多めに入れて、もうこのラインだけグレーで。なるほど。これステッチは何色になるのか。ゴールド、ゴールド、うん、ゴールドも映えるね、これ映える、ね、すごいね、すごい映える、これ近いね、カメラすごい近いカメラ近いね当たっちゃいそうだよで、このラベルと刺繍もゴールド、うんうん、ね、ゴールドにネイビーかな、これは。そう、ネイビーちょっとまとめたかったんだよ ね、うん、ね、もうネイビーとグレーとゴールド、ね、あとやっぱり俺が一番目引いたのはこのネイビーのツヤ、ツヤね、わかる、すごいよこれ、ピッカピカ、うん、ツヤ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 なんだよ、うん、顔の良さがねわかるね、本当に特に一番ね目立つ。あとなんか機能面でのこだわりとかは。機能面はグラブを開く、ヒンジ、ヒンジを入れたね俺は。ヒンジ2つ入ってます。わあ、まあ、当て取り感が満載の。良くないと、うん、これ吸い込まれますね。吸い込まれるでしょ。当たってる、当たってる、当たってるよあとこのさ、ウェブのグレーとネイビーのこのバランスね、バスケットウェブ、バスケット内から見た時と外側から見た時の色がね反転するっていう。見えるかな。おしゃん、おしゃれでしょこれ、はい、ね、ちょっとこだわっちゃった。いいですね、ドリームドア。はい、今回ミヤちゃんのオーダーグラブを紹介させてもらったわけなんですけど、ミヤちゃんは横浜で、まあ、ブルペンキャッチャーとしてプロの世界にね一緒にいたわけなんですけれども、そのプロの選手たちのグラブをよく見てるわけですね。今流行りの、まあ、配色だったりとか、例えば推しの選手とか皆さんいると思うんですけどその選手のグローブの特徴だったりとかも知ってるわけですよ。ヒンジが入ってますよとか、指短いですよとかいろんな見てきたからね、はい、いろいろそういうのは知ってるので、うん、そういうのが興味ある方、そういうグローブを作りたい方はぜひともね、ドリームドアの室内練習場事務所の方に来ていただいて、ミヤちゃんと一緒にグラブを設計してねもらえたら、ミヤちゃんのアドバイスも入りつつ自分のプレイスタイルに合ったグローブを作っていけるという、もう最高のプレゼントが一緒に作りましょうね、はい、一緒にできると思いますので、はい、でもこれは本当使っ、ね、本当に作った人にしか分かんない、その、うん、アントラの良さは実際にオーダーして手に取ってみないとね、うん、顔の質だったり分からないから。そうですね、ぜひね一緒にオーダーを作成していいグローブを使ってもらうためにね、遊びに来てください、遊びに来てください、お願いします、お願いします、お待ちしてます、お待ちしてますドリームドア。はい、今回はドリームドアのミヤちゃんの新しいオーダーグラブを紹介させていただきました。限定色のグレーとネイビーを使い、こだわりの配色をしたグラブとなっております。
補給面にはヒンジを2つ入れ、ポケットを広く使い当て取りのできる仕様となっています。直接アントラの事務所に来ていただければ、ミヤちゃんによるアドバイスを受けることができますので、ぜひご活用ください。ちょっと待って、全然取れないなんでグローブってさ、このもうすぐ少年に戻るのかな。どうや、きたーきたーきたー。おー、かっこよ、めっちゃいいやん、めっちゃかっこいいやん。ネイビーグレー、ネイビーグレー、めっちゃかっこいいやんほらかっこいい、普通にかっこいい、やばくない、やばいやばいっしょ、これ出すセンスうわやったね、やっぱね、すごいね、職人がね、ほんと思い通り、思い通りだよねあ、いい匂いあ、もうこれたまらんよこうやって寝てるわ、今日いつになってもこうね、何歳になってもさ、新しいグローブ来ると分かる無邪気にはしゃぎたくなる、やばっ、え、超いいんだけど、マジでイメージ通り、いいね、いいね、来たね、これご視聴ありがとうございました。ドリームドアの室内練習場は JR 金町駅南口から歩いて10分のところにあります。下町風情ある街並みを抜けていくと、左側に緑色の看板が見えてきます。はい、こちらがドリームドアの室内練習場です。中に入ると鮮やかな人工芝が広がっています。設備も最高です。またドリームドアではアントラーグローブを販売しています。特徴としてアントラーの職人はコンピューターミシンを使用しておりません。すべて職人の手足の微妙な感覚で製作しており、一つ一つに職人をはじめ設計者も含めた心のこもったグローブとなっています。基本的にオーダーのみの販売となっており、価格が 45,000円からとリーズナブルなのも魅力です。興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。それではまたご会いしましょう。